明治安田生命プレゼンツ地元魂。和歌山県和歌山市、この町がフェンシング選手東里央の地元。小学校5年生からフェンシングを始め、高校3年生で全日本選手権準優勝、東京オリンピックに出場した。競技を始めたのはフェンシング選手だった母がきっかけ。お母さんが元々やってたんで、お母さんが通ってた和歌山北高校に行って見学して始めることになりました。東が練習に通ったのが和歌山北高校のジュニアクラブ。ジュニアの子たちと高校生たちがみんなで練習してるっていう感じでした。毎日自転車で通うことになりました。練習の行き帰りで忘れられないのが紀ノ国大橋。渡る前も坂が長いんで、雨とか風とか坂とかあるんで、まあ大変でした。妹のセラさんも同じ時期に競技を始めた。小学生の頃から和歌山北高校で一緒に練習に励み、試合の決勝で優勝を争うこともたびたびあった。一緒に成長していくって感じですね。去年2人は兄弟でのオリンピック出場を果たした。東が力の源という地元和歌山の名産品梅干し。蜂蜜が入った甘い梅干しが好きです。まあ、お菓子の干し梅とか遠征先でも食べますね。東が一番心休まる場所ももちろん地元にある。和歌山に帰ると落ち着きます。田んぼとか、やっぱり生まれ育ったこう景色とかがあるからって感じですね。東里央の地元魂、その原点は和歌山にありました。フェンシングフルーレ東里央の夢は、最終的にオリンピック、パリオリンピックに出ることです。